関根勤です。はい、3月8日になりました。よろしくお願いします、ね、小坂君さ、うん、時間のさ流れってさ、うん、だんだん分かんなくなってきててさ、うん、ね、あのスピードが歌歌ってて全盛期の頃って何年前だと思う、うん、パン、はい、20年前。27年前。もう30年だ。そうなのよ、俺15年ぐらい前だと思ってた。あ、そういうのあるね。ああ、るね。え、でオートマチックって何年？あれも相当前でしょ。わかんないけど和田先生が歌ってくれたもんね。そうそうそう、途中でてって誰でよりよって歌ってたね。だってあのひろこ、島袋ひろこちゃんが39歳なんですよ。マリと同じなんですよ、うん、で12歳の時デビューですから27年前なんですよ。はあ、だから15年前とかそんな感じしたんだ俺。そうだね、だからそういうズレってあるよね。そうそう、でこの間ね、萩本欽一さんに小崎に来てもらった時に、確か10年ぐらい前だよなとか言ってね、あの師匠、あの弟子でいいですかって言ったら、いいよって言ってくれたって言ったら、うんうん、俺あのファンクラブの人がさ、あれは20年前ですよって言われて、俺10年もずれてたって言って。そうだね、ああ昔がなん、ね、オートマチック1999年だって。25年前四半世紀だね。25年前ですよ。すごいな。あの時16だった。25足す16 41 41ですね。41 オートマチックね。すごいな。だって考えたら、だって50年でしょ。そうなんですよ、デビュー。いわゆる銀座なんから、あれ50年生です。そう、ね、丸49年が経ったんですよ、うん、ね、まあ、すごいよね。で、あの高校生時代の話してたわけですよ、うん、この間あれでさ、あの15の時の話ですからね、55ですよね、55年前の話をしてるわけよ、うん、そんなの分かるわけないじゃないかってね。聞いてる人、そうですね、そうだよね、うん、こっちは分かってくれると思うけど、そうそう、遥か昔です、ね、そう、ね、時代が違うんだもん。だってもういや年取っちゃったよね、うん、でも感覚はさまだ若いでしょ。うん、そうそう、なんかまだ30代でしょ。30代感覚は、うん、ね、困るね、困る、これ、うん、困る困る。なんかだから今のこと分かんないことも多いもんね。ああ、うん、だからね、無理に分かるとしてはいないけど。あれか、これもまた忘れちゃったんだよ。この間小坂井君と話したっけ、あの LINE のやり取りの若い子が、うん、あ、そう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 、長いの嫌なんでしょ。長いダメなんだって。一行でいいんでしょ。そうね、すげえ変わったな。好きな人のでもダメなんでしょ。好きな人でも一行だって。好きな人の長いと、何カエル現象になったりするでしょ。そうそう、嫌だな、この人なんか空気読めないな、すごい楽しかった、また会いたいね、なんとかだって書いたらもうダメなの。もう空気読めない、今日は楽しかったね、またねでいいんだ。そうで、またねって言って、またしばらくしてからまた思い出しちゃった、また会いたいねとか、はあ、こう三分っていうの、うん、そういう感じらしいですよ。だから堂本光一君とさ、はい、チャリチョコのとこさ、合間にちょっといろいろ話す、堂本君ってすごいさ、普段もかっこいい、ね、光一君さ、はい、とか言って聞いてくれるんだけど、ね、今の子ってそうなんだってねって話したら、うん、イントロが長い曲ダメなんですよ、だから今そうなのよ、待てないんだって。そうなんだよ、イントロまで。そうだから今イントロなしなんだよね、始まっちゃう、いきなり始まるでしょ。そう、それ俺はさ、この間本に書いたわけ、うん、ということはイーグルスの、ホテルカリフォルニアなんか聞けないですよね、あれ1分半ありますからって俺書いといたんだけど、うん、で原稿チェックの時に1分半もあるかなと思って聞いてみたの、うん、で50秒だった、55秒だった。でも55秒待てないよね今の子。あれがうわなんかワクワクするじゃないんだ。ないのよ。へー、50秒だったかな、確かに。うん、うん、今だからじゃーんタタタタって入るから、あと歌から入っちゃう。あ、考えたらビートルズすごいじゃん、イントロない曲あるもん。あ、ビートルズ先取りしてたんだ。先取りしたんだよビートルズって。あと挑発の先取りしてたから。そうそうそう。あれね、でもお金がなくていけなかったらしいんだよね。あ、ビートルズが来た時にさ流行って、理容室のおじさんがすげえ嘆いてた。もうさ、ビートルズのおかげでさ若者が来ないんだよっつって、理髪店に。その前は IB でみんな短くかっこよくしてた。そうそうそう、ビートルズね、はい、でも今見るとさ全然挑発じゃないよね。ちょっと長いぐらいだよね、うん、普通だよね、うん、もうね、あれも
なんだ、騒音だって言ってたんだからね。そう、ラビーの映画じゃないですか。そうそうそう、ね、今音楽の本に載ってますからね。そうよ、すごいことでございますよね。さあ、絶対将来的にも教科書なので一切載らないコサキン、最後までよろしくお願いします。コサキンポッドキャストでは、だいぶ寒くなってきたな。石焼き芋、お芋、あ、いいとこに来た。おじさん一個ちょうだい。ありがとう。ねっとりホクホクサクサクチュルチュル、いろいろありますけど。なんか変なの混じってるけど、まあ普通のホクホクので。へい、でもどれがどれだか分かんないんでね、全部折って確かめていきますね。あちち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 いらない。上曲いきます。3月3日のイベントピーチスペシャルに会場にお越しいただいた皆様、配信で聞いていただいた皆様、本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。何事もなければ無事終了しているはずでございます。何があるか分かりませんから。そうですよね、面白かったですね。ということですね。音声配信のアーカイブは10日まで聞けますので、皆さんまたね、何度も聞いてまたバカでって笑ってね、ストレスを発散していただきたいと思います。お願いします。僕は今日からまた舞台をやっておりまして、よろしくお願いします。頑張ります。すごいね。舞台何日ですか？8日から14日までございます。どこでやるの？恵比寿のですね。いいとこだね。あの駅からすぐシアターアルファ東京ってとこです。だから今、あのうちから歩いてからやる。いいですね。これそうだね。でも筒井康隆さんなんで、あ、で高田先生が脚本にしたんですよ。なんてやつだっけ？あのね、筒井康隆小劇場、笑い劇場で書いて。あの一部が1についてっていう漫才形式の1って数字のことをぐーっと喋ってる。あとモーツァルト伝っていうの、バカなモーツァルト伝を、竹下恵子さんが朗読します。あら、あと乗り越し駅の刑罰っていうのは、これ乗り越しちゃったことで、あのなんかあのサイコパスみたいな駅員にずっといじめられるっていう、これサイコパスの駅員を僕がやります。で松田洋次君がそのやられる若い作家みたいな。で2部が冬のコントっつって、あの浮気された旦那と奥さんがレストランに来てずっと喧嘩してるとこに、あのずっと料理を出さなきゃいけないボーイを僕がやります。おいいね。最後頭おかしくなっちゃうという。で早口言葉、これは先生が練習するなって本当にそのまで呼ばされる。あ、そうなんだ。あと日の丸酒場っていうのは、あの大阪の酒場で酒飲んでると宇宙人がやってくるっていうおバカなナンセンスものです。これね、あの見た目が国彦君とかね、はい、バッファロー五郎君の竹若君とか一緒に出るんですけどね、あのセルフ劇なんですよ、ほとんどがね。あ、そうなんだ。また覚えててね。でこれ覚えてて多分熱で頭疲れちゃったんだよね。楽しくやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、あ、それでその稽古してる時にね、うん、あの近くにコンビニがあって、あの飲み物買いに行ったのよ。はあ、であの稽古着のもさーって歩いてたの。ただ通り過ぎた感じのいい青年が、うん、ムックン来た。通りムックンは必ずリスナーですから。そうそう、おっつったら、あのポッドキャスト今聞いてたんですよっつって、ちょうど ありがとうっつって、で、あ、今ちょっと芝居稽古してんの、あ、稽古ありますもんね、汗かくのっつって分かってくれてて、どうもっつって、あ、あとこの間ね、ラビーさ、はい、あの本読んでたらとんかつ特集してたのね。ほいで、とんかつ食ってないな店で、ゴンの助坂の店が変わっちゃったじゃない、はいはいはい、ね、シェフが逮捕ね、あ、調べたら、あの大門になんか美味しいのがあるっつって、はい、ね、それで、あ、今度あれだ、あ、山口先生の近くだけどしばらく行かないなって言ったら、あの熱出て行ったじゃない、はい、あ、でもう熱下がったから、昼行ったから、あ、この豚骨屋行ってみようと思って行ったの。はい、でたらすごい並んでて、階段で2階のせ、はいはい、で並んでるけど、まあ、今日は病院行って今点滴を打って、はまた休んでればいいからいいかと思って、でどうぞって入って、こんにちはって、お一人ですってカウンターに座ったら、あの店長さんみたいな人が3人で一生懸命働いてんだけど、こんにちはって言って座ったら、しばらくこうって見てるから、はい、なんか知っててくれてるのかなと思ったら、うん、何人かのこの前の人の配膳が済んだら、うん、ずっと僕に激しく会釈をするので、お邪魔したので、本で見て、あの美味しそうなんで来ましたとか言って、
前ラビ行ってたよ、関根さんが行って、俺行った、あのこんなことあるんですよ、関根さん来てくれって言ってた、まあ、関根さんが来てくださいまして、あのラにサインをしてもらって今でもずっと飾ってあるんですよ。あ、そうですか。僕はあの近くにいつも行ってるお医者さんがって来まして、美味しいって聞いてきましたっつって食べて、食べてないでもこうみんなで食べ終わって、あの待ってる人もいっぱいいるから、はっ食べて、ごちそうさまでした、味はどうでしたかって言うから、美味しかったですっつって、すごいなんか、はい、嬉しい、涙が出そうですとか言われて、困っちゃうね。お酒にリスナーそうなのね。そうなんですよ。また行こうと思う。美味しいね。美味しいんだ、そこ。ね。いろんな種類のね、そうそう、ミックスとか。僕はあの、最初の方はこれでどうぞっていうあの、ロース、普通の。で、なんかわさび茎とさ、醤油で食べるでしょ。あ、違った、なんで食べたかな、もう覚えてないんだけど。あの、ま、美味しかった、とにかく。あの、鹿児島の甘いお醤油と、あのわさびの刻んだやつあるね、あれをで食べましょう、美味しいんだよ ね、 で豚汁が具がいっぱいあってね、豚汁具がいっぱいあっていいね、いいね。で店員さんがみんなきちんとしててね、よかったですよ、なんてことがありました、ありがとうございます。聞いてくれてるかな、ね、ペンネームクロームさんからいただきました。関根さん、小坂さん、はじめまして。3月3日17時からのイベントに参加させてもらいます、ね、参加してくれたんですね、うん、お二人に初めてお会いできることを楽しみにしております。あ、そうですか、1995年頃から聞いていましたが、あ、オートマチックの4年前ですね。そうですね、はい、僕は38の時か、今までも一度も投稿していませんでした、はい、こういう方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。いや、それはそうですよ、ね、書くまでの熱意って大変だよね。タッチよくわかるでしょ、ね、暗い気持ちになった時、お二人のトークで何度助けられたか分かりません。お、ありがとう、本当にありがとうございます。面白くお話しされながらも時折ためになるお話をしてください。嘘だよその中でも一番私の考え方を変えてくれたのは、あ、それがあるんだ。何ですか。2002年10月17日木曜日、うん、AM1 時のオープニングトークです。あら、考え方が合わない人に出会ったとしても、すぐにカットはならずにそっとしておくこと、その人がたまたまその時気分が悪かっただけかもしれないこと、自分もそうなってやるとは思わないようにすることなど、当時大学生だった私にとって人との接し方が大きく変わるきっかけとなりました。今でもこの定期的にこの放送を聞き直しております。すごい、文字に起こしてみました。覚えてる、これ覚えてない、ね、まずラビーがこの間ですね、朝またライルの散歩してたんですよ。近所をぐるぐる回ってまして、途中に広い敷地に立ってる大きな高級マンションがあって、そこをちょっと歩いてたんですよ。そしたら眼鏡をかけた管理人の人がちょうど掃除をしてましてね、それで私に向かって、おい犬出てけほらって言うんですよ。あ、覚えてる、それは。で僕が、出た、言葉遣いひどいシリーズだって言ったら、ラビーが、例えばワンちゃんちょっとすいませんとか、歩くだけにしてうんちおしっこ勘弁してくださいねじゃなく、なので俺はカチンと来て、それは来るよね。それで言おうかなと思ったんだけど、目見たらちょっとね、短気そうな人だったんで、俺もそこに行くと喧嘩になると思って、ああのくだらない喧嘩になってね、そうそうそう、一旦家に帰って女房に行って、実はこういうことがあったんで、俺今から菓子よりもその人のとこ行ってくると、申し訳ありませんと、と、そう、まず申し訳ございませんと、あなたの敷地に入っちゃったら本当に悪いと、ところがあなたの言葉遣いは何だと、近所に住んでる人間としてあなたみたいな管理人がいるのは嫌だと一言あなたの管理会社の社長か持ち主にクレームをつけたいんですけど、あなたどうですかって言おうと思うと、お菓子折りを持って行ってねって俺が聞いた、ただ関根さんが、ニューマンがやめろと一度笑いそうです。まあ奥さんそう言うよね、俺も言われたらやめればって言うもんって言ったら、そういう人にはね言ってもわからないんだと、その人がそういう扱いを受けてきたんだって言うわけよと、奥さんがね、うんうん、で冷静だね奥さんはって僕が言ったら、そうだなと思ってやめたんですよ、今度会ったらおはようございますって声をかけてみようかと思って、ジャブでいいね、そういうのいいね、その日ひょっとしたらさ、字が痛くて機嫌が悪かってるだけかもしれないし、考えてみたらそう、それがなんか嫌なことがあったのかもしれないしね、でパッと開けたらさ、柏原芳恵の袋閉じを開けちゃったのかもしれないしさ、セイレさんそれで腹立ったのかもしれないしね、そうそうそう、で前にラビみたいな飼い主じゃないのに、ほらあのって言ったら、なんだよって言われて、犬飼ってるやつ嫌だなって思ってたかもしれないしねって、 あと昔付き合ってたのにすごい裏切りをされた彼女が犬へって人だったかもで俺がくだらない返ししてるの、こんないい返しじゃないこれ
犬は最初尻尾振ってついてきたのにいきなり噛んで逃げていったと。うまいな、うまいね、ワンサインなんてね。そうそう、そういうことも知らないし、だからあと2回ぐらい様子見て3回とも失礼だったらクレームつけろってそうそうだねって俺一度面白いな、面白いな、これね覚えてる、すっごい失礼だったね、うん、おいね出てけ。要するにね、あの、まあ、通路があってちょっとマンションの敷地もあって、うん、あってこう広いんですよね、うん、あのそれでだから今思えばあそこでうんこする犬もいたんだろうな、いたんだろうね、うん、そうそうそう、前例がそうそう、ただやっぱり言い方だよね。山寺光一君もね、やっぱ同じようなこと、うん、まあ、あのジョギングしててマンションの敷地、うん、広い庭だからぐるーって走ってたんだって、うん、ただ襲われる方ですかって言われて、違いますと、うん、出てってくださいって言われて、やっぱりなんだよと思ったけど、うん、入った俺も悪いですからねって言ってたけどね、うんうん、そうそう、なんかね、なんかそう、あ、だこれね、今ちょっと申し訳ございません、柏原芳恵さんのファンの方に申し訳ないんですけども柏原芳恵さんは僕好きなんですよ、ただ袋閉じの芳恵さんは開けたら普通の服なんですよ、うん、だから袋閉じとしてがっかりしたってことです、そういうことです、注釈です、そう、柏原芳恵さんがどうこうじゃないの、多分だからそのそういう編集をする雑誌に、そうそう、企画がいけない、あの企画がいけない、煽っといて逃げていくような、要するに最初尻尾振っといたのに、そうそう、勝手に逃げてこれうまいですね、うまいね、うまいな、くだらないな。でもさ、こういうこういうので分かった、俺この間ね、うん、だ寝てるからさ、うん、熱出して、はい、でもこうだんだん下がってくると、ほらただ寝てられない、もともと落ち着きないんだから、はい、で YouTube で中川家調べたらいっぱいあったから、はい、面白くてさ、バーってずっとそれもあれもさ、ちょっと嫌なことあったことなんか話してない、そうね、運転手さんが嫌、なんか嫌だったんやって、あの二人なんであんな面白いんだろうね。いやもう天才だよね。でタクシーでやろうかって、うん、お兄ちゃんがでタクシーでギューってでいきなりタクシーってやってる、あの弟の お兄ちゃんに、お兄ちゃんがタクシーの乗せちゃって、弟にゴリゴリってこするんだよ、まず事故やないかいやんなくていいことやって、それで自分で笑ってる、そうでもさ、あのなの今マナーがさ、うん、ルールになっちゃうっていうことは文化度が低いよね。ルールにしなきゃいけないってことはさ、マナーで済むことをね。そうそう。で、もちろんね、あの、最近おばさんでも全員がそうじゃないんだけど、ラーメン行列してると割り込んでくる人いるんだってね。そんな。おいで、ひどいな。時間ないね、私、とか言うんだって。おいで、あの、まず店長さんが、あの、揉めちゃったんだって、やっぱり揉むよね。みんな並んでんだから、30分ぐらい。だから店長さんが出てきて、すいません、ちゃんと並んでくれますか後ろに、って言ったら、なん時間ないね私、って言ったら、わかりました、じゃあ終わりくださいって、みんな並んでる人が、入れちゃうのと思ったのって、どうぞどうぞお座りくださいって、次の方が入って、だ待ってた次の人がまた入れたんだって、そうやって人が出たから、うん、でそのおばさんの横だったんだって、嫌、うん、だなと思って、せっかく美味しい食べようと思ったのに、こんな嫌な人の、うん、たらお待たせしましたって、そのおばさんにすぐ来たんだって、うん、この店長なんだよと思ったら、うん、空だったんだ、あかっこいい、あなたねこれしかできませんからっつって、うおで、みんなその人ふんって出てっちゃったんだ、おばさんが、だから店中拍手だった、素晴らしい。それで俺子供の時のことを思い出して、新潟にね、親父の田舎に夏休み行った時に、あの頃まだ新幹線ないから、あの1日かかるのよ新潟行くのって、昔はね、で、あの清水トンネルとかで、あの山越えするんで、連結するんで、でそこから東北の方に行く、あのどっかで分かれんのね、あの高崎の先の方で、うん、でたら、あの子供が座ってるとこに僕のあの向かいにおばさんが来て、疲れてるから寝かしてよっつって、子供のとこやりながら寝てたわけ。ああでみんな、なんだこいつって言って、うちの親父も、あの子供かわいそうじゃないかと思って、疲れてんだよ私はとか言ってんのよ。で社長さんが来て、切符拝見しますって言って、はいって、ですいません、お母さん ここそんな寝ちゃダメですよ、お子さんもいるじゃないですかって、疲れてないいいなよって、どこまでいらっしゃいますか、どこどこって言ったら、東北の方に、うん、で別れる方へ行く、うん、で別れる方に行く列車、車両が途中で切れるわけよ、うん、でその俺たちが乗ってる列車はそのまま新潟行くやつ、で間違えて乗ってんのよ。でみんなで教えないで寝かしときましょうっていいね、車掌さんが、
教えないでいかしょしてみざまめろそんなこともありましたですね。はい、さあ皆さん人には優しくしてましょうね。はい、これ俺いいな、俺自分でもうまいな。犬は最初は尻尾を見てついてきたら、いきなり噛んで逃げていった。こういうことですね。はい、メールの先はコタキンアットマーク tbs.co.jp、 はがき封書は郵便番号107-8066、 TBS ラジオコタキンポッドキャストでワオまでお待ちしております。コタキンポッドキャストでワオ。どうも横浜流星です。どうも横から統計です。お前人間じゃないな、これでも食らえ。清潔機統計バタン。こうしてトカゲ星人は絶滅し、地球の平和は守られた。関根勤監督作品横浜流星対 VS トカゲ星人、今週公開予定。斉藤匠くんと二階堂ふみちゃんは見に来てね。おはぎりとです。今日は意味ないキャッチフレーズをいただきました。はい、福井県のラジオネームジョーカーマーチ君、いつもありがとうございます。目覚まし時計のキャッチフレーズ。おお。世界一無視されてる存在。あ、嫌がってる人いるもんな。働いてんのにね。投げる人いるからな。えらい、それでも毎日ちゃんと起こしてくれる、うんうん、パソコンのキーボードのキャッチフレーズ、はい、エンターキーを強く叩く人とは友達になりたくない。あ、そう、なんかあれ嫌だよな。普通に押せばなるのにね。そうね、区切りなんです。自分の中の区切りでしょ。だから行くぞ次。だからあの新幹線の中でさ、あの新聞紙を新聞読むのはいいんだけど、新聞をめくる音の大きいジジイが嫌だ俺。バサ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 。ああ、なるほどね。そうってやればいいじゃん。うん、何なんだろうね。あとね、この間ね、バサ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 って言いながらね、僕の隣にね、あの若い女の人が来たわけよ、うん、なんかブツブツ言って気持ち悪いなこの人と思ったらさ、うん、イヤホンでさ電話してた。電話してんだね。で電話しちゃいけないじゃんね、あのデッキに出なきゃ、うんうん、でデッキに出るのが嫌だから俺の横でずっとそれでさ、なんてことです。でそのさ遠慮してる声が一番気持ち悪くてさそれで注意しようと思ったんだけど、注意したら関根はすげえ態度が悪いとかっていう風に勝手に増幅してさ、みんなに言うからさ我慢してたわけ。で、うん、車掌さんに言おうかなと思ったら言いつけたのは俺だって分かるからこれどうしようかなと思って、そうだこの話を今度どっかでするために何分か測ってやろうって言って時計でずっと測ってたの。で18分。ええー、だからその測ってる間はまだ、もうちょっと長くしろよ、もっと長くしゃべれよって思った。そうやってあ方向を変えたの、超えたん、変えたん、怒りの矛先を、はい、ある種のアンガーマネージメント、ポジティブだよね。すごい気持ち悪いよ、そのさすがに、ちっちゃい声が、逆にささやきがね、そうそうそう、うん、あのイヤホンの漏れた音が嫌なんですよ、一緒だね。そうそう、だから相手の声も聞こえれば、会話が楽しめるその人だけだから。うんうん、それだね、それでさ、うん、なんでデッキ行かないんだろうね。だからそういう悪いやつなのよ本当に、ね、もうあのケチャップをさ いっぱい使ってさ、わーってさ、あのファーストフード店でベチャっとしたものケチャップ残して帰る男な、男じゃない女。あそういうやつ。そうかしょうがないね。ラジオネームジャブキチ君、なかなか採用されませんが今回もひねり出してみました。お採用させていただきましたよ。やすこさん、ほふく前進する指人形。あ、かわいい。はい、はい、はい、売れてんのね。すごいね、今。全然休みないんだって。ね。で、自衛隊で鍛えたんで、まだ耐えられてますって言ってた。この間なんか100時間あのスマホを話せられるかってやってたら、ああ、LINE が見たいですイライラしちゃうみたい、今。うん、かわいいらしい。赤ちゃんみたいなのそう、かわいいのよ。ね。はい、そしてメディアプンタ君、埼玉市、意味ないキャッチフレーズ、天野博之のキャッチフレーズ、相撲部屋で一番古株のちゃんこ番いそうだな。浜野ズン・ヤスのキャッチフレーズ、威勢はいいけどよくお釣りを間違える八百屋の親父。あうまそう、うん、うまそうだ ね小さい時ってさ、早お釣り100万円とか言ってなかった。言ってたあのそう文房具屋のおばさんがよく言ってた。はい、いや100万円のお預かりで20万円のお返し何か面白いんだなと思いながら、昔よくっあーって笑ってた、うん、ずん、やすのなんかインスタ面白かったな、はい、さあ今日は朝からドラマです、ドラマの
ドラマの撮影で朝から電車はいつもと気分が違います、そうし今日も噛むぞって書いてあるトム・ブラウン布川くんのキャッチフレーズ、10年間西日を浴び続けたバービー人形いや日に焼けちゃっちょっとねちょっと黒ずんじゃって髪長いしね髪長いし、あ、わらびしの春肉じゃがいものキャッチフレーズ、お頭部に直撃を食らうとそこそこ痛い野菜第1位です、あー痛いな、硬いもんな、硬いよ、でもじゃがいも美味しいよな、うまいね、マッシュポテトもうまいし、フライドポテトうまい、あのねチコちゃんにあのなんで叱られるでさ、うん、なんでフライドポテトが止まらないのかっていうさ、うん、回があったわけ、おうおう、そしたらあの なんだっけ、ね、ナトリウムだとかこうなんか塩、そう、うん、あのその塩そのなんていうのあのバランスが完璧なんだって、うん、また食べたくなっちゃうんだって、本当だよね、うん、マックのポテトなんかもうずっと食べてたよね、そうなのよあれはあのねそういうのできてるんだって、そう俺なんかねあのちょっと小腹よりちょっと中腹ぐらい空いちゃって、うん、でも朝から食べてなくてなんか食べちゃうと夕飯食えなくなっちゃうなと思ってマック入ってちょうどいいね、そうなの M ぐらいでね、そうそう、うんうん、でハンバーガー食べてお腹いっぱいなのにポテトは食えんのね、食えるんだよ、あれ不思議なんだよ不思議だねだからポテトフライみたいなタレントになりたいね、そうだね、軽く塩も効いててね、そうそう、うん、ポテトフライみたいなタレントになりたいな本当に、はい、福井県ラジオネームジョーカーマーチ君、生春巻きのキャッチフレーズ、おうおう、英語でサマーロールというのなんかしっくりこない、あそうなんだ、へえ、あでもサマーっぽいか透けてて、うん、なんかね、あれ緑だしね、あ爽やかっぽいのかな、サマーブリーズとかね言うじゃないですか、本屋さんのキャッチフレーズお読めないです、本屋さんのキャッチフレーズ頑張ってほしいそう、ね、書籍が増えた、そう、電子書籍が、ね、そうやっぱりね紙で読まないとね入ってこないんだよ、あと紙の匂い、ね、香り、あとこのページをめくる、そうでしおりを挟むあれがいいのよ、ね、あので途中でまたあ読み返すとか、で読み、なんだろう、本屋さんに行くってこういうの、そういいよね、いいんだよね、うん、でも結構本屋、あ、伝えとかでかいからかな、大会目の伝えなんかいつも満員だよね、そう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 、すごいよね、龍ヶ崎市の梅川徹君、意味ねキャッチフレーズ、神木隆之介君のキャッチフレーズ、おう、学生服がイケベリオより似合う30代まあ、まだ似合うか、似合うな、似合う、うん、いい子だよね神木君って、いいよね、昔からさうまかったよね、うまかった、あの俺 NHK のドラマで一緒の時にさ、合間の時間にさ、あのたけしさんのアンビリバブルの真似したらゲラゲラ笑ってくれて、ずっともう一回言ってくださいって何ででしょうか、ね、杉並区のラジオネーム惰性の王国、うん、松野明美さんのキャッチフレーズ、うん、これもうまいな、よく誤作動する火災報知器、ひどい間違えました間違えました、江戸川区の東部小僧君、温水洋一さんのキャッチフレーズ、リトルマーメイド、どうしてなんでよなんで、高田純次さんのキャッチフレーズ、うん、俺も二刀流なんだよ、イボジと腰痛なんだけどね言いそう言うなバカだね、高田さん本当面白いな、本当に面白いな、龍ヶ崎梅川徹君キャッチフレーズ、谷原章介さん、おシークレット小沢さん、バカだな、実は6人6人、お弁当作った人もね、うん、偉いよね、埼玉市のメディアプンタ君、小雪さんのキャッチフレーズ、はい、うすら何うすらでかい聞く人形、バカだな悪いなうすらって聞いただけでもバカにするもんね、そうひどい、うすらバカってちょっと大きいじゃないのよ、うすらちょっと否定、ね、ちょっと否定入ってる、このニュアンス、うすらバカ、そうあのバカより嫌だよね、うすらバカってね、小汚いって汚いより嫌だもんね、そうね、うすらでかい聞く人形怒りますよ、松山君。東北小僧区江戸川区、アメリカンドッグのキャッチフレーズ、はいはい、初代うまい棒、あうまいやな、六角誠二さんのキャッチフレーズ、魚肉ソーセージの逆襲、顔がね、あそこの金具のところに似てる、六角さんモテんだよね、あそう、なんか
3回ぐらい結婚してない確か。あ、そうなの、うん、あ、すいません、わかんないです。なんだよ。小倉一郎さんのキャッチフレーズ、はい、40年間連続でナイススティック賞を獲得してる。ひどっ。あとミスター骨密度ゼロってどう。バカじゃない。どうどうって。手落ち金さん、もみあげを外すとほぼ吉根京子。おお、まあかわいい。和風ってことだ。 かわいい顔だよ、北尾さんって若い頃。あ、そうそう、すっごいハンサムだ。あ、松方さんも2人と若い、綺麗な顔だった ね。そう、北尾さんも綺麗。北尾さんさ、うん、俺目白に住んでる頃さ、うん、あの横に目白台マンションっていうすごいマンションがあって、うん、あの高級マンションの橋みたいなとこに住んでたの、うん、で俺で歩いてたらさ、あの頃ねホワイトジーンズを短めに履いてたのよ、うん、で白い T シャツ着て、うん、で颯爽と歩いてたの、うん、俺が道出たらバス乗ってた、うん、おーと思って、でかっこいいなーと思ってたのね。でそれをもう年取って芸能界入って何年も経ったから、うん、北村だった時に、うん、北おじさんの目白の、ま、で目白台マンションにお住まいでしたよね、住んでましたねって。僕あそこで何回か白いジーンズ履いてあの歩いてらっしゃるの見たことある。あ、一本しか持ってなかった。一本しか。あ、そうなんですか。って笑ってた。上池勤君55歳帰宅、うん、また来ました。小倉一郎さんのキャッチフレーズ、お、針穴に糸を通すのは苦手ですが、針穴を通るのは得意です。ひどい。ひでー。ひでー。どんな細さなんだよ。失礼しました、むせちゃった。針穴通る、あの、あそこなんだっけ、あの東大寺だっけ、あ、大きい橋だ、ね、あ、橋が通ると、そうそう、あの受験受かる、そうそうそう、はい、俺あれ通れなかった。え、あの体が本当、うん、なんかわかん、なんかわかんないけど、え、和歌山富三郎時代。よくわかんないんだけどね、あれ通れる普通大人。俺通ったよ。あ、そう、うん、じゃあ何だったんだろうな。だ、小倉さんスッと通れる、通れる、通れる。小倉さん、どうも触らずに、小倉さん4人いても通れるから。メールの席はコタキンアットマーク TBS.CO.JP、 はがき文書は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオコタキンポッドキャストではまでお願いします。番組の公式 X では最新のお題をお知らせしております。ぜひフォローしてください。今日も皆さんありがとうございました。それではまた来週、せーの、パフォーン。この間ですね、はい、朝またあのライルの散歩してたんですよ、うん、それであの、まあ、近所ぐるぐる回ってましたらね、まあ、道路がありまして道があって、それで大きなマンションがあったんですよ、高級マンションがあって、うん、そこのね、敷地が結構広いんですよ、うん、だからまあ車が来ると嫌だから、その敷地は、まあ、知らない間に歩いてたんですわけですね、僕は、はい、敷地を自然にね、自然に車が危ない、そしたらその眼鏡をかけた管理人の人がちょうど後ろの方で、うん、こう掃除してまして、それで私に向かって、おい犬出てけほら、こう言うんですよ。ほら犬あっち行けほら犬。出た。で私は言葉遣いひどい。ひどいですよね。で僕はその時に犬出てけほら、おすいません、ちょっとそうそう、ワンちゃんっつってね、ワンちゃんちょっとすいません、とそれから例えば、あ、歩くだけでしてうんちとこしっくは勘弁してくださいねとかね、言えないんですよ。それで俺をカチンと来て、それは来るね。それでこれ言おうかなと思ったんだけど、うん、目見たらちょっとね短気そうな人だったんで、俺もそこで行くと喧嘩になると思ったんで、あのくだらない喧嘩になる、そうで、うん、一旦うち帰って女房に実はこういうことがあったんで、うん、俺今からあの菓子折りを持ってそういうところに行ってくるって、申し訳ありませんって、うん、まず申し訳ありませんと、であなたの敷地に入っちゃったのは本当に悪いと、うん、そころかあなたの言葉遣いは何だと、ああ近所に住んでる人間としてあなたみたいな管理人がいるのは嫌だと、うん、一言あなたの管理会社の社長かここの持ち主にクレームをつけたいんですけども、うん、あなたどうですかって言おうと、おう、お菓子折りを持ってね、うん、まず、うん、じゃあ女房がやめろと、うん、まあ奥さんがそう言うな、うん、俺も言われたらやめればっていうね、そういう人にはね、うん、言ってもわからないんだと、そうそうそう、でその人がそういう扱いを受けてきたんだと、そうだよ、あの、
うん、カスみたいな扱いをされてきた人だから、うん、人に対してだってちゃんと育ってきた人はそういうふうに言わないでしょっていうわけ、うん、ボンボンがそういう口聞くって。冷静だね奥さん。例えば永田さんなんかボンボンだから、うん、ああワンちゃん歩くだけにしてねとか言うじゃないあの人だったら、うんうん、とか石田純一さんだってボンボンだからああつって、あ今掃除したばっかりだからうんちは勘弁してね、そう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 、うん、ああ車に気をつけてから出てってねとかね、そうそうそう、一応敷地内なんですけどもね、すいませんって、ね、そういうことが言えないって言うんで、あそうだなと思って、うん、やめたんです。あで今度会ったらおはようございますって今度声かけてみようかと思って、ちょっとジャブでいいね、うん、そういうのはね、その人ひょっとしたら字が痛くて機嫌悪かったのかもしれないしさ、分かんないんだよな、うん、考えてみたらなんか嫌なことがあったのかそうなんだよな、うん、パッと開けたら柏原芳恵の袋閉じ開けちゃったのかもしれない、そうだ、それでまた腹立ったのそうだかもしれないんだよね。それに前さ、うん、ナビみたいなさ飼い主じゃない人がさ、うん、犬連れてて、うん、って言ったらなんだよって、うん、そういうこと言われて、うん、犬飼ってるやつってやだなって思ってたのかもしれない。そうなんだ、それそういうこと。あとね振られ付き合っててね、昔ひどく付き合あのねすごい裏切られされた犬絵って女の人かもしれない。犬絵と付き合ったかもしれない。犬絵って最初は尻尾振ってついてきたのにそうそういきなり噛んで逃げていったと、そうそうそう、そういうことかもしれないんだよ。だから一回だけじゃなくてあと2チャンスぐらいあげて、うん、3回とも失礼だったらクレームつける。そうだね3回ダメだったらクレーム、やっぱ近所に、いや近所に、いや俺これは俺だけの問題じゃなくて、ご近所にいる人がみんな不愉快でしょ。そうだね